こんにちは、陣田の正方吉田です。本日は、奈良県四季郡田野本町のですね、保坂事務所の方のご紹介をさせていただきます。こちらね、エンジンの方も来てるんですけども、非常に国道の24号線からのアクセスのいい、事務所となっておりまして、綺麗で使い勝手のいい大きさの事務所となっております。こちらね、室内ちょっと薄暗くなるんですけども、電気の方が元で止まっておりまして、照明がつかないのでご了承ください。こちら、ワンフロアはね、結構ピロピロした大きさになっておりまして、見た感じ、本当に使い勝手いいと思うんですね。デスクを置いていただくのもよし、仕切っていただくのもよしというような間取りになっております。現地の方はですね、ナッチブースという扱いになると思うんですけども、エアコンの方であったりですとか、こういった照明ですね、等々が残っております。それからこちらの方にもですね、キッチンがございまして、キッチンね、簡単なミニキッチンなんですけども、水もね、出せますし、お湯も使えそうな感じで、こちらガスも来ておりますので、ガス、コンロ置いていただいても十分使っていただくことができます。またこちらの方にはですね、ちょっとね、かなり暗いと思うんですけども、お手洗い、奥がお手洗いですね。それから、手前が洗面台となっております。ね、こちら入り口の脇のスペースは思い出スペースですね。ちょっとした収納スペースのような使い方になっております。でね、目の前も私どもの車もちょっと止まってるんですけどね。目の前のところが国道の24号線で、駐車場もね、専用部分がございますので、非常に事務所としては使い勝手のいい内容になっていると思います。詳細の方をですね、私ども賃貸の正木のホームページで確認いただいて、お早めの内見お待ち出しております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では、皆様の新しいビジネスを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。